はい、皆さんどうも、キュリオル所属、1期生語学担当の東條優月です。よろしくお願いします。はい、というわけで今回はフランス語における挨拶の仕方を学んでいきましょう。まあ、挨拶というのはですね、コミュニケーションの初歩中の初歩でございますから、それをいかにして始めるか、会話をいかにして始めればいいのかということを学んでいきましょう。それでは、皆さん、アノンジー。はい、では早速挨拶について学んでいきましょう。よろしくお願いします。 Bonjour, Paul. Bonjour, Paul. Bonjour というのは私がよく配信の挨拶でしていますね。 Bonjour はこんにちは。で、Paul っていうのは人の名前ですね。男性名詞ですね、大体の場合。で、こんにちは、Paul さんという意味になります。はい、ありがとうございます。では続いていきましょう。Oui, Paul. Oui, Paul. Oui, Paul. この Oui というのは、はいという意味です。質問された際の肯定、はい、そうですという意味ですね。で、はい、ポールさんという意味になります。Oui の発音は少し難しいかもしれないですけど、頑張ってみましょう。Bonjour, Marie.はい、こちらスピーキングなので、私の後に続いて発音してみましょう。いきますよ。Bonjour, Marie。はい、ありがとうございます。意味はですね、こんにちは、マリーさんですね。マリーさんは大体女性名詞ですね。女性の方の名前です。Ça va。Ça va。Ça va。こちら、Ça va というのは、ですね、自分は元気という意味です。はい、元気です。フランスの挨拶だと、今日調子どうっていう感じで挨拶をするので、その時のアンサーですね。サバーと言います。はい、元気です。という意味になります。質問する際は、こちら最後にクエスチョンマークですね。サバーと語尾をちょっと上げる感じで尋ねるといいでしょう。コモンサバー。はい。コモンサバー。コモンサバー。はい。こちらのコモンというのは、英語で言うところの how。ですね。で、サバは先ほど、学んだ通り、調子を聞いてる、今日元気かどうかっていうのを聞くので、質問としては、調子どうという意味になりますね。はい、ありがとうございます。調子はどうという意味ですね。はい、5問連続正解です。ありがとうございます。では続いていってみましょう。コモンサバ、ポール。はい、では次の文を読み上げてください。コモンサバ、ポール。こちら、コモンサバは先ほども言った通り、調子はどうという意味ですので、ポール君、調子はどうという意味になります。では、私のあたり復唱してみましょう。コモンサバ、ポール。はい、ポールさん、調子はどうです。ありがとうございます。では、続いていきましょう。サバ、ビアン。はい、サバ、ビアン。このビアンというのは、良いという意味ですね。なので、コモンサバ、という、今日調子どうと聞かれたときに、今日は元気ですよっていう意味です。元気ですというアンサーですね。もちろん、サバだけでもいいですし、サバビアンはちょっと普段よりは元気な感じですかね。続いていってみましょう。サバビアン。はい、では、スピーキングなので私の後に続いて復唱してください。このサバビアンというのは、先ほど言った通りなんですけれども、こちらクエスチョンマークになっているので、今日調子どうという質問になります。では復唱してください。サバビアン。はい、ありがとうございます。元気。Oui, ça va bien. もう一回聞いてみましょう。Oui, ça va bien. 聞き取れましたかね。もうちょっとゆっくり聞いてみましょう。 Oui, ça va bien. はい、 Oui, ça va bien.では、スペルを見ていきましょう。Oui. Ça va bien. はい、こちら C のちょろちょろっと下にあるのは、こちらないと CA はカーになるわけなんですよ、フランス語で。で、さというのにするために、このセディーユというものをつけます。で、Oui, ça va bien となります。はい、ありがとうございます。意味ですね。はい、元気です。ということですね。Bonjour. Comment ça va?はい、ではスピーキングなので私の後に続いて復唱してみましょう。 Bonjour, comment ça va? ですね。こんにちは、調子どう?という意味ですね。会話の初手、これ言っとけばとりあえずスタートは踏みます。では行きましょう。
Bonjour, comment ça va? はい、ありがとうございます。こんにちは、調子はどうですね。で、続いていってみましょう。お、10問連続正解でございます。ありがとうございます。では次いってみましょう。お、はい、では音の認識ですね。ではもう一回聞いてみましょう。お、ではもう一回最後聞きましょう。お、はい、どれかな、はい、正解は1番ですね。 OU で OU となります。まあ、先ほど学んだ例で言うと WE、 はいという意味の WE ですね。他はA、O、E となりますね。まあ単純ですね。ではありがとうございます。続いていってみましょう。Comment ça va, Marie? はい、もうここまで来たらもう皆さんもう意味はわかりますよね。 Comment ça va, Marie? マリーさん、調子はどう？という質問ですね。では私のあたり続いて復唱してみましょう。Comment ça va, Marie? はい、ありがとうございます。では続いていきましょう。さあ、はい、もう一回音を聞いてみましょう。さあ、最後もう一回。さあ、では正解はどれでしょう。さあですね。正解は2番ですね。さあ、はい、この C のちょろってついた場合は CA でさあとなります。ない場合はかですね。で、1番がま、3番がだ、4番がざですね。まあ、比較的簡単な問題です。はい、では最後じゃないな、次行ってみましょう。お、ちょっと難しくなるそうです。ではどんな問題が来るのでしょう。はい、じゃあフランス語で書いてみましょう。まあさすがにね、ここまで一緒に学んだならもう皆さんも書けるでしょう。まあ、こんにちはのスペルですね。みんな書けたかな。では行きますよ。はい、Bonjour Marie ですね。あ、スペースを忘れてしまいました。はい、ありがとうございます。では次が正真正銘最後でございますね。はい、ポールさん、こちらはいという質問に対しての肯定の、アンサーをどうやって言うか皆さん覚えてますか。短いやつですね。はい、Oui, Paul ですね。Oui, Paul、はい、質問された際にポールさんにアンサーするために Oui, Paul と答えます。まあ、無臭を入れてもいいですけど、まあ、それはおいおい来るのかな。はい、ありがとうございます。はい、皆さんお疲れ様でした。パーフェクトでございます。というわけで今回はフランス語における、まあ、挨拶を学びましたね。Bonjour というこんにちはという、まあ、日中に使える挨拶の言葉ですね。それと質問された際に肯定する場合の Oui、そしてフランスでは結構、まあ、メジャーなんですけれども挨拶する際に相手の調子を聞くんですね。まあ、今日元気みたいな感じで Comment ça va と、まあ、シンプルに Ça va とも聞けます。はい、こちらこの3つを覚えておけばとりあえず挨拶はできるようになるでしょう。はい、もちろん、質問などございましたら、コメント欄や、リプライをよろしくお願いいたします。もしこちらの動画気に入っていただけたなら高評価、チャンネルフォロー、Twitter のフォローなどなどよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。